そしたら後半ですね。前半、気の巡りまでお話したので、後半は、血の巡りから、再開したいと思います。で、次ですね。じゃあ、血の巡りが悪くなるということで、巡りが悪くなってしまった、血のことをですね、ちょっと漢方だと変わった名前なんですけど、お血と呼びます。ね、このお血が発生するということになります。で、この血流の悪化によってですね、いろんな症状が起きるんですが、この停滞してしまった血をですね、書いている通り、各臓器とか組織の血行を阻害してしまうということと、お血が発生した場所によって痛みが生じます。で、特徴としては固定値です。あまり動かないです。で、もう一つの特徴としては、血流が悪くなって起こる痛みなので、例えば温泉に入って温めて血流を良くすると減るような痛みですね。なので、場所が変わらない、温めると楽になる、こういうような痛みが出ます。あとは、そこに血が停滞してしまうので、行き過ぎると出血になったり、その先にですね、栄養がいかなくなってしまうので、肌が乾燥したですね、あと髪の毛のツヤが減ってしまう、こういうような症状が現れます。じゃあ、ということで、血流を改善するにはですね、こういうようなものを使います。で、血流改善するためには、2つの方法があってですね、赤血球の品質を上げるということと、血管を、改善するという2つに大きく分かれますですね。なので、自動車に例えると、丸1の方がですね、自動車の性能を上げるということと、丸2の方が、道路の状態を良くするというものに相当します。で、その丸1の自動車の性能を上げる、赤血球の状態を良くするというものに関しては、ですね、これ変形の書いてあるんですけど、これは次のページで説明したいと思います。で、こういう、自動車の性能を上げるものに、タンジンとか、有名な朝鮮人参ですね。朝鮮人参、ここに入ってきます。で、もう一つ、血管の状態ですね。道の状態を良くするものとしては、血管の中を磨くものとしては、ちょっと怖いんですけど、ヒルとかミミズですね。こういうのを使ったりします。ね、あと血管の老化防止で、これ有名な、クマザサとか、あとですね、これ電子三種人参、別名三種人参ですね。これも後で詳細を説明しますが、朝鮮人参とは別物です。で、まずはですね、この変形のについてですが、これですね。で、この赤いのが、赤血球だと思ってください。ね、で、この細い方が毛細血管だと思っていただければと思うんですが、この変形嚢っていうのはですね、この赤血球が、細い血管、毛細血管を通るときにですね、こう体をこう縮こませて変形して通るんですね。で、この変形嚢が低下してしまうと、下の図のように、毛細血管の動きが鈍くなってしまうので、この毛細血管のところで渋滞が発生してしまう。で、問題なのは、この細い道路、毛細血管がですね、全部の血管の99%以上あるということで、この変形の低下によって影響する道の長さが99%以上ということで、ほぼほぼいろんなところで渋滞が起きてしまうという問題になります。なので、道路の性能ですね、血管の性能を良くして、自動車の性能、この赤血球の変形能を上げるということが非常に重要ということになります。で、この血の流れが悪くなってしまったお血がですね、発生すると、人間の場合、まずどういうことが起きるかというと、このような状態になってしまいます。クマができやすい、シミそばかす、肌の問題ですね。で、下や口の色が悪い、血流悪化によるものです。あと、青あざ、血管がもろくなったりですね。
あとは痛みが結構出てきますね。痔も、おけつが絡んでいることが多いです。肩こり等のこりもですね、これは、血流の悪化が絡むことが多いです。おけつが絡んでいるということがほとんどです。で、これが、人間の場合なんですが、じゃあペットの場合どういうことが起こるかというと、これですね。で、どういうことが起きるかというと、まあ、ドライアイ、乾燥とか、まあ脂肪肝とかいろいろ書いてあるんですが、一番の特徴はですね、この中で言うと、毛並みです。ですね。皮膚の表面に、ですね、栄養がいかなくなってしまうので、毛並みが悪くなったり、皮膚が乾燥しやすいという症状が出てしまうんですが、これはですね、非常にペットにとっては大きな問題でして、というのは、人間の場合は結構汗をかいて温度調整するんですが、ペットの場合はですね、この体毛の広げたり縮めたりっていうことで体温管理結構したりするんですが、毛並みが悪くなるとですね、この体温管理がうまくいかないということで、皆さんが思っている以上にこの毛並みってすごい重要です、ね。なので、毛並みが悪くなったらですね、基本的に、血の巡りを良くするというものを使います。なので、うちの子でも、こういうような症状が出れば、血の巡りを改善するものを使っていきます。じゃあ、こういうものにどういうものが入っているかというとですね、これですね、輸血に対応するペット漢方素材ということで、ここで有名な、先ほど出たですね、赤血球の変形を上げる、朝鮮人参ですね、が入ってきます。あと、血管を強化に関係しているクマサ入ってるんですが、実はですね、この朝鮮人参、クマザサ、松葉という組み合わせはですね、血流改善ですごい有名な、組み合わせです。うちも人の用の漢方でこの3つが入っている製品を扱っているんですが、結構ですね、この3つの組み合わせを飲むと、まあ、胃腸にもいいっていうのはあるんですが、こう末端の血流がですね、すごい良くなるというデータがあります。で、この朝鮮人参、クマザサ、松葉っていうのは、すごい面白い、組み合わせです。で、実際ですね、この3つの組み合わせを飲むとですね、毛並みが良くなるということで、例えばサラブレッドで飲ませる、そういうようなこともしています。で、そこに、うちの子はですね、まあ、ウイキョウとベニバナですね。と両方とも、血流を改善するものということで、こういうものを加えて、作っているのが、気の巡り用というものになります。で、続いてですね、今度、水の巡り、水の巡りについてお話をしていきます。で、水の巡り、水の巡りが悪くなると、どういうことが起きるかというと、これ水毒というものが起きます。水の毒ですね。で、体の中に余計に残って溜まってしまって、それが悪さをするようになるとですね、それを水毒って毒に変わるということで、水毒と言っています。じゃあ、どうやったら、流れが悪くなるかというとですね、基本ですね、まあ、水毒の原因っていろいろあるんですよ。血流が悪化してもそうなるし、筋肉の低下、冷えでもなったりと、いろんな広範囲の原因で、水毒が発生するんですが、基本的にはですね、まあ、細胞と細胞の間にこう、染み出てしまったものが、元の、例えば血管とかリンパ管に戻らずですね、残ってしまう。するとですね、当然むくんだり、おしっこの量が減ってしまうというものが起きるんですが、流れに乗ってない。要は、基本的に、まあ、血液であれ、体液であれですね、古くなったら捨てられて、常に新鮮なものが入ってきたり、新鮮なものが作られるということがされているんですが、こう流れに乗っていないとですね、古くなった状態で体に残って、それがだんだん悪さをするんですね。で、この特徴はですね、きれいな水が、体に残っていない。汚れた水がいっぱいになるので、
新しい新鮮な水を欲しがってですね、喉が渇くということになります。要は体液として量はたくさんあるんですが、古い水しかないので新鮮な水を求めて喉が渇く、こういうものになります。で、ここで悪循環となってしまうのが、体に余計な水が残っているので、こう水を飲んでですね、胃腸にも余計な水が残っていて、消化不良になっていて、きれいな水が入ってきづらいですね。要は、汚れた水を捨ててきれいな水を入れたいのに、なかなかきれいな水が入ってこない。こういうことで悪循環が生じてしまう症状。これが水毒というものになります。じゃあ、水毒になると人間の場合はどういうことが起きるかというと、このようなものが起きます。ね。で、体がむくみやすいとか、体が重い。これはなんとなく想像がつくと思うんですが、あと鼻水ですね。ちなみに花粉症の症状は漢方だと水毒だと見なします。で、っていうのは涙とか、鼻水たくさん出ますよね。というのは、体に残った余計な水がですね、外からの刺激で出るということで、余計な水が残っていれば残っているほどですね、花粉症の症状が悪化するんですね。なので、花粉症の用の漢方っていうのは、余計な水を捨てて炎症を抜く、水毒対策になっているものが多いです。あとは、先ほどお伝えした通り、喉が渇きやすいですね。まあ、一瞬矛盾しているかのように聞こえますが、先ほど言った通りですね、体に水はたくさん、タンクは水で溢れているのに、結局それが汚れている水なので、新鮮な水が欲しい。だけど、水を飲んでも新鮮な水が入ってこないので、まあ、タンクに汚れた水いっぱいですから。なかなかきれいな水が体の中に入ってこないですね。なので、喉が常に渇くということが起きてしまいます。あと、ちょっとこれが意外と多いのが、低気圧ですね。低気圧が来て調子が悪くなる人ですね。結構います。こういう症状は、実は水毒の人がなりやすいです。じゃあ、ペットの場合は、どういうものを使おうかというと、こういうものに使います。で、結膜炎とか耳だれとか、あと消化ですね、胃腸に水が残ってしまう。で、関節炎と関節も、これも関節に水が残ってしまった場合ですね。あと最近はすごいこの成果が出ているのは、涙やけです。ね、涙やけにこの水の巡りを良くする、水の巡りを出すとですね、結構いい結果が出ます。色が薄くなっていくという結果がいろいろなところで得られています。じゃあ、ということで、実際どういうものを使うかというと、こういうものをよく使います。で、水毒に対応するものとして、これ有名なヨクイニンですね。これはハトムギの、周りの皮を除いたものですね。ただ実際白い、すごい白いんですが、これよく美肌とかでよく使うんですけど、これなんでじゃあ美肌で使うんですかっていうとですね、皮膚の表面を中心に実は水の巡り、水の巡りを改善するというものです。あとは関節に残った水を除く力もあるので、水が関係する関節にもよく使うのがこのヨクイニンということになります。で、もう一つがですね、みかんの皮ですね。みかんの皮。で、これはですね、実は木の巡りでも登場したんですが、その時に解説した通りですね、まあ、もちろんストレスでよく使うものではあるんですが、胃腸に残った余計な水を捌くことによって胃腸改善ですね。なので、水の巡りにも、深く関係しているのがみかんの皮というふうになります。次が、野菊ですね。これはですね、結構目の問題で使うものなんですね。余計な熱を除いたり、目の充血の時にも使うというものなんですが、実際ですね、これ水の
水位の、巡りを整えることで、デドックスでも使うということで、今回のギックも、使っています。で、最後ですね、電子レンジですね。これが、先ほど結の巡り出てきたんです。朝鮮人参と別物ですよっていう説明をしたんですが、まあ、植物的に科で言うとですね、近いです。朝鮮人参っていうのはですね、ここに書いてあるように、まあ、電子人参であろうが朝鮮人参であろうがウコギ科に属するんですね。で、普段我々が食べている、普通の人参、あれはセリ科です。なので、電子とか朝鮮人参と科が全然違うので、人参という名前がついてるんですが、普段食べている人参は全然別物だと思ってください。で、なんでこの電子人参がですね、この水毒のところに入ってきているかというとですね、これはですね、実は血管の強化というところで、出てきたんですが、ですね、これはちゃんと理由があってですね、血管ってちっちゃな穴が開いてるんですね。で、普段の小さな穴の時だと、水だけ通るんです、その穴は、実は。で、赤血球は通らないので、赤血球は血管の中にあります。だから、まあ、血液は赤いんですね。で、水は全身行き来するっていう、状態になってるんですが、これがですね、まあ、血管が脆くなってしまうと、そのちっちゃな穴が広がっちゃうんですね。で、ちっちゃな穴が広がるとですね、赤血球もちょっと外に出てしまって、それがいわゆる出血傾向となるんですが、同時に穴が広がるので、水も大量に外に漏れてしまうんですね。で、この電子人参っていうのは、その外に漏れた水、穴の大きさをですね、元の大きさに戻すことによって、外に水が出るっていう症状も改善することができます。なので、電子はですね、血の巡りも使えますし、このようにですね、血管を強化することで、水の巡りも改善できるというものになるので、水毒対策としても使っております。で、ここからですね、ちょっと最後にモニターのですね、実際使ってみた例をいくつか紹介してみたいと思うんですが、これはですね、毛並みの方で、使っているんですが、左が、こちらの方がですね、与える前ですね。で、右側が、20日後なんですが、毛並みが、まあ、悪いということで、まあ、血の巡りを使ってるんですが、ちょっと光の関係で、ここ右が見づらいんですが、20日後ですね、この飼い主さんから毛並みがすごい良くなったということで、喜びの声とですね、写真を送っていただいたんですが、左側、特にですね、ここの口周りとかも変色していたものが、薄くなったということで、色の問題、艶の問題がですね、改善した例ということになります。で、次がですね、これは、先ほど水の水の通りを直す、水の巡りを出すと、涙焼けにすごい効くっていう例ですね、事例の一つなんですが、この目の前ですね、左側が涙焼けのまだ重い症状だったのが、与えて17日目ですね、右側の写真、かなり薄くなっているのが、わかるかなと思います。ですね。このようにですね、ペット幹部ですね、結構短い期間でも結果が出ています。で、もう一つ同じように涙焼けですね、水の巡りを使った時の、結果なんですが、同じように左側ですね、これが、与える前ですね。結構これは色濃いです。目の下ものすごい濃くなっているんですが、20日後ですね、まだ涙焼けの症状は残っているんですが、まあ、比較してもらうとですね、特にこの下の写真ですね、両方の右下の写真に比較してもらえば分かると思うんですけど、かなり、薄くなっているのが、分かります。なので、水の巡りで涙焼けという事例が、非常に増えてきているということになっています。で、最後にですね、ちょっと質問、よくある、まあ、Q&A ということで、よくあるのはですね、一つはですね、
他の薬とかサプリメントと併用できますかという質問なんですが、これは特に問題ございません。で、今回作っているペット漢方はですね、医薬品の生薬でも使われるんですが、実際はですね、法律上は食品扱いのものを組み合わせています。最終的にできたものは食品なんですね。法律上、ペットフードイコールもう雑多にはなってしまうんですが、人間に仮に使った場合は食品というものになりますので、特に薬とかサプリは問題ないと思ってください。で、2つ目がですね、気血水の選択、迷った場合どうすればよいですかというのがあるんですが、最後にですね、ペット漢方のサイトを QR で紹介しますけど、そこで問診をするとですね、今自分が飼われているペットの症状を選んでいくと、気血水のどれが一番いいかっていうのがわかるんですが、例えばですね、質問、回答している数が大体同じで、気と水とか、もしくは血と水、どれを優先的に同じぐらい当てはまるんですけど、その場合はどっちを選べばいいですかっていうふうによく聞かれるんですが、この場合はですね、気を優先に使います。で、胃腸をまず整えた方が、漢方の効き方当然良くなりますので、どれが、3つ迷ってしまった場合は、気を優先させてください。で、3つ目、食べ過ぎた場合、間違って与えすぎた場合ですね。その時は問題ありますがっていうですね。食品の範囲なので、多少多めに与えても大丈夫です。1ヶ月分を1日与えたらどうなりますかっていうと、さすがにそこまでやるとどうなるかわからないですが、多少多く与えても問題ないです。で、次がですね、量的な問題じゃなくて、選択を間違った場合、問題ないですね。要は、本当は水を上げた方がいいのに、気を与えたらどうなんですかっていう質問なんですが、これ別に問題がないです。治したい症状に問診をしてもらうのは、どれが一番効率よく症状を改善できるかっていうことで、問診で選んでもらうんですが、この気と血と水ですね、別に、どれを飲んでも体ってプラスなものなんです。なので、改善のスピードという意味では、問診当然大切になりますが、逆に血与えなきゃいけないのに、気を与えても、むしろ体にとってはプラスになりますし、水を与えてもプラスになると思ってください。なので、誤って出しても問題はないというものです。ただ、いつも問診を使って選択した方がいいですかって聞かれると、それは選んだ方がいいです。というのは、症状っていうのは、季節によって変わることもあれば、当然体質改善をしていく上でも、どれがベストかっていうのは変わっていくんですね。なので、新しく、例えば1回気を買って1ヶ月後なくなった。また気を与えていいですかっていう前に、問診をして、また気でいいのか、血か水に変えた方がいいのかっていうのはチェックした方がいいです。で、保存方法。これはですね、粉末でできているので、高温と、あと湿度ですね。湿度に気をつけて保存していただければ大丈夫です。というわけで、前半と後半にまとめて、ペット漢方の話きましたが、最後ですね、まとめというわけで、ペット漢方ですね、非常に最初にお話した通り、相談増えておりますが、体重換算で使うので、人間に比べて非常に安価、しかも結果も出やすいということで、本当にペットに漢方を利用することは、すごい有益な選択肢だと思います。で、ペットの場合もですね、人間と同じくですね、気血水の巡りっていうのが非常に重要です。で、人間の場合はですね、肌の調子すごい重要なんですよ。というのは、我々肌から余計な熱と水捨ててるんですね。蒸気として常に出してると。そこを使って熱調整をしているんですが、ペットの場合は毛並みですね。毛並みが重要になります。で、毛並みが悪かったら、血の巡りを使ってください。で、問診ですね。これも先ほどお話ししましたが、毎回行うことを勧めます。適切な製品というのは、毎回変わる可能性があります。
というわけで、ですね、前半後半にわたってですね、ペット観光の、話にお付き合い、いただきまして、ありがとうございます。で最後に、ですね、ここにある QR コードですね、これを読んでいただくと、ペット観光の説明のサイトにつながります。でそこで、問診をすることができますので、お時間あるときにですね、まあ、自分が、飼われているペットのですね、体調管理のためにもですね、ぜひ問診をしていただければと思います。というわけで、ペット観光の勉強会以上となります。ご清聴いただきましてありがとうございました。